はい、皆さんこんにちは。茨城情報バラエティ週刊イバスタ8月 MC のイバラキングです。先週に引き続きまして今回2回目ということなんですけどもね、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。まあ、あっという間の1週間でしたけどもね、まあ、私この、まあ、週刊イバスタっていうちょっと一人でこのやる形式のは本当に初めてなんで、なかなかこう慣れないんですけども、あの一応先週と同じイバラキングでございます。あの髪を切ったりですね、あとあのサラマサンビーチでねちょっと日焼けしたりとかいろいろございまして、まあ、あのだいぶあの見た目変わってるかもしれませんけどもね、はい、先週以上にですねパワーアップして、茨城の最新の話題、そしてね楽しい情報、茨城弁の話題なんかもね、含めてお送りしたいと思いますので、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、それではですね最初に、週刊イバスタ茨城県に関するニュースをお伝えしたいと思います。一つ目のニュースは龍ケ崎市の奇祭つくまい開催。国選択無形民俗文化財で龍ケ崎市の奇祭つくまいが7月27日龍ケ崎市のつくまい通りで行われました。つくまいは400年以上の歴史があるとされ、雨乞いや五穀豊穣、疫病除けなどを願って行われていたそうです。アマガエルに扮した2人の舞男が高さ14メートルの柱の上で妙技を繰り出しました。見物客は緊張感があり見ている方がドキドキしたなどと話していました。はい、14メートルって結構すごいですよね。なんか命綱みたいなね、そういうのがちょっとどうなのか分かりませんけどもね、あの本当落ちたら大変な状況ですけども、こう見てる方もハラハラしてね、またあのやってる方もかなり練習を積んでるみたいですけどもね、はい、ちょっと生で見てみたいなと思いますが、実はこの後ね、この後というか番組の、途中で映像があるみたいなんでね、はい、それもちょっと楽しみにしたいと思います。それでは次のニュースですね。続いては蝶々大集合展開催という話題です。現在世界各国の蝶や蛾の標本を集めた夏休み子どもミュージアム蝶々大集合展が水戸市立博物館4階展示室で開かれています。蝶々大集合展には東南アジアや南米など世界各地の蝶や蛾の標本約200種800点が展示されています。モルフォ蝶の展示では標本を回転させ羽の青色の濃淡が変化する様子を楽しめます。蝶々大集合展の会期は8月30日までとなっています。はい、蝶々好きにはねたまらないイベントということで、はい、水戸市立博物館で行われてますのでね、ぜひご覧になってみてください。次のニュースはこちらです。石上中学校18年ぶり2度目の優勝。今月8月5日に第40回記念県選抜中学校野球大会決勝が桜運動公園野球場で行われました。決勝戦は筑西市立石上中学校対下妻市立東部中学校の試合が行われました。石上中学校は初回に2点を先制、4回には打者10人の猛攻で一気に5点を奪うなど猛攻を見せました。試合は石上中学校が東部中学校を10対0で下して18年ぶり2度目の優勝を飾りました。はい、石上中学校、これ東部中学校もねどちらもちょっと県政地区っていうことでね、なんかあの県政地区はスポーツが強いって私イメージは昔からあるんですけどもね、今どうなんでしょうね。はい、10対0っていうのもすごいですね。なんか石上中のこの猛打爆発という感じでしょうかね。おめでとうございます。はい、続いてのニュースは数多の祭り展開催。茨城県内ゆかりの作家の美術作品を神社の境内で発表する催し数多の祭りが常陸の国総社宮で開かれています。美術展数多の祭りには8人のアーティストが参加し、伝統ある神社と美術のコラボレーションという一風変わった展示となっています。数多の祭りには境内に展示することで
神様に美術を楽しんでもらおうという祭りを目指しているそうです。会期は8月22日までとなっています。はい、神社でね、なんかこういった美術展というのは珍しいと思いますけどもね、はい、どんな作品なのかね、楽しみですね。はい、それではですね、最後のニュースになりますね。最後のニュースは真夏の音楽の祭典開催です。真夏の音楽の祭典ロックインジャパンフェスティバル2015が8月1日から2日8日9日の計4日間、ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で開催されました。迫力の野外ロックサウンドを楽しもうと全国から集まった動員数は8月1日2日の第1週だけで12万5000人となり、昨年の1週目を上回る過去最大の動員数となったということです。イベント中には茨城県の非公認キャラクター納豆の妖精ネバール君がシークレットゲストとして登場するなど、会場はさらなる熱気に包まれました。ロックインジャパンフェスティバル2015には会場内6カ所の特設ステージに4日間で187組が出演したということです。はい、もうこれもね、もう定番といいますか、もう茨城のね、8月の最初はこのね、ロックインジャパン、そして水戸黄門祭りみたいなね、はい、そんなもう風物詩になってるかと思いますけどもね、まあなかなかこの暑い時期なんで大変だったと思いますけどもね、なんかそういう中でまたライブっていうのもね、逆にまあ盛り上がるんじゃないかと思いますけどもね。はい、ということで以上茨城県内のニュースでした。はい、さあ続いては茨城県内各地で開催されるイベント情報をお送りしたいと思います。第3回ピタバルプレミアム、日時は8月10日月曜日から11月30日月曜日まで、場所はピタバル参加店舗。今回のピタバルはプレミアム、参加店舗は日立市内の飲食店を中心に厳選された56店舗、バルブックを片手にプレミアム商品券1000円分でお店の特別メニューを楽しもう。バルブック販売店などの詳細は公式ホームページをご覧ください。続きまして、第18回龍神橋灯籠祭り、場所日立太田市龍神大吊り橋、8月12日水曜日から8月15日土曜日まで、灯籠500基を龍神大吊り橋高欄、対岸広場周囲、第一駐車場周囲、第一駐車場からゲートまでの道路両側に飾り付け、ろうそくで火を灯します。期間中は風鈴店スイフオールスターズによる生ライブも開催。龍神橋に響く涼しげなハーモニーをお楽しみください。スイフオールスターズね、気になりますね。はい、続きましては、第35回石毛正門祭り、場所常総市地域交流センター駐車場、開催は8月15日土曜日。疫病除けや触れ合いの場としての長い歴史の中で、現代に受け継がれた全国的にも数少ない大衆民族舞踊の一つです。毎年8月15日に近郷近在から集まった踊り子と慣習が一体となってのろばか踊りを踊ります。お囃子は大太鼓、小太鼓、笛、鐘などで独特の調子にふるさとの郷愁を漂わせます。はい、実はこれイバラッパもね、参加予定になっておりまして、番組最後に紹介したいと思います。はい、では最後ですね、第25回笠間の祭り、場所亀ヶ橋北公園、笠間稲荷神社周辺、開催は8月16日日曜日、22日土曜日です。16日の灯籠流しでは、参加者それぞれの思いを込めて川面に灯籠を浮かべ、しめやかに先祖の御霊を送ります。
また22日の光のオブジェ&みこしパレードでは市民手作りの創作ねぶたや本場青森の人形ねぶた、笠間のみこしが勢ぞろいし、威勢のいい跳人が会場を盛り上げます。以上、イベント情報のコーナーでした。はい、皆さんこんにちは、茨城弁太郎の茨城弁講座の時間がやってまいりました。はい、暑い日が続いてるけどね、皆さんいかがお過ごしですか。あ、先週あれかな、ちょっと暑さもねこう弱まったっていうか、そういう日もあったりしましたけどね。いや、まだまだねこう気抜け熱がね、やっぱ、お盆終わるまではっていうか、やっぱ残暑も厳しいだろうしね。はいはい、そんな状況なんですけど、今日もねあれですよ、茨城弁いろいろ皆さんに学んでいただきたいね、茨城弁これ用意してきましたんで、一緒にねこう勉強していきたいと思うんですけど、今回もねテロップじゃなくてフリップね、フリップ枠からこれ見ながらちょっとねやってくれってことで、はい、じゃあ早速出すよこれね。はい、今日はね最初ちょっと上級編なんだよな、わかっかな。まずはね、じゃじゃん、はいはいはい、これだよ。これね、傘持ってっぺ、これ傘わがっぺ、これね、はいはい、でちょっと迷ってんだよね、晴れんのか雨なのかって。でなんで迷ってっかっつうと、こっちかな、これ雲だよ雲、雨が降りそうなんだよね。でこれを茨城弁でなんてみんな表現すっかですね、これね。今日はまずちょっとこれ上級なんですけど、雨降りそうで降んねえなーみたいな時にね、これちょうど紹介しやすい茨城弁というのが1個ありまして、これはねちょっと上級なんですけど、ふんなふんねっつうんですよ。ふんなふんね、わかりますかね、ふんなふんね、降りそうで降んないっていうね。じゃあこれ一回もう下ろすけど、はい、降りそうで降らないっつう、そういう意味なんです。はい、ふんなふんねな、ふんなふんねどな、つうと雨が降りそうなんだけど雨が降らない。例えばまあいろいろ使うんだけど、やんないやんねとかね、やりそうでやんないみたいな、あやんないやんねなとかね、あとかまなかまねよ、いやかまなかまねんだよ、かまなかまね、これかまわないって言えばかまわないんだけど、いやでもちっとなみたいなね、なんかこう微妙な心境っつうの、そういう時に使うんですけど、まあ結構上級者なんでこれ知ってると結構すげえなっつって、おめえどっかどこで覚えたんだその言葉みたいなね感じなんで、ちょっと雨降りその時言ってくださいよ、これふんなふんねなってね、まあ、振っちゃったをもう使えないんですけど、はい、まず最初はこのね上級者。じゃあ次もう一個いくね、次はこれですよ、じゃじゃじゃん、はいはいはい、これはねこっちだね、これ何ですかこれ、これまあ標準語だとザリガニね、なんだけどこれはねイビガニですよ、イビガニ、まあエビガニなんだけど、まあ、さらになまるとイビガニね、まあエビとカニってことでイビガニなんですけど、はい、でねこれはちょっとマニアックなんだけど、ここだよね注目はね、これイビガニにイビ挟まれてんだよわかるかな、イビガニにイビ挟まれたね、両方イビなんですよこれ、エビも指もイビね、はい、ということでイビガニイビ挟まれしたってことで、結構いるよこれ。俺今日も田んぼ回ってきたけど今結構いるわ、やっぱりね水これから少なくなってくって、稲刈り始まるからよね、水少なくなっとイビガニがこう上がってきたりっていうか、いろいろこう顔出して、まああとあったかいから暑いからね、やっぱヤズラも威勢いいんだこれね、だから結構イビガニ釣りっていうかイビガニ取りやっときは今結構狙い目だと思うよ田んぼね、はい、ということでイビガニですね、イビガニにイビ挟まれたんですね、はい、そうそうそう、まあ一応俺のこれは別にあれだけど、もうイビガニわかっかなこれね、これイビガニよこれ、はい、生き物 T シャツだけどね、はいはい、ということで宣伝も入りましたけど、じゃあ最後はこれもねまあ書いてもらったんですけど、じゃじゃん、はい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 、これねまず説明しますと、同じ人なんですよ、同じ人、これ別人じゃないの、これね多分この絵描いた人の問題だと思うんですけど、同じ人なんですけどビフォーアフターなんです、これビフォア
こっちアフターね。でこうなったっていうことなんですよ。で、あの真ん中に矢印で挟み替えだっぺ。うん。要はあの、まあ、床屋とかに行ってきたっていうことだね。はい。でこれまああの、まあ、茨城がそうなんですけど、あの 頭切ったっつう言い方します。頭切るなんだけど、別に手術で頭切るわけじゃないんですね。実際は髪の毛なんですけど、頭切ってくっからとか言うんですよ。うん、今から頭切ってくっからっつってね。で髪の毛切ってくるわけです。でそうすると大体うちに帰ってきて、あらーなんつってね、いい男になったんじゃねえげーなんつってね、いやー正々としたんじゃねえのなんてね、ベンタロさんなんてね言われちゃうんですよ。はいはいはい、これまあお決まりのパターンね。いい男になっちって、わかんなっちったなんてね言われるっつうね、いうことで頭切る。で髪の毛っつう言い方もね、やっぱし昔の茨城の人あんまり言わないんですよ。髪の毛なんつう言い方はしなくて、大体頭の毛っつうんですね。うん、まあ言われてみればね、髪の毛も髪も毛もな、毛だよなつね。ヘアーと毛ってなんつうの英語で、まあ一人だから誰も答えねえんだけどそうそうそう、まあ両方毛だっぺ要はね。うん、英語だと違うんだろうけど、だけど日本語だと髪も毛もまあ毛だからよ。やっぱ頭の毛っつう方がね、頭にある毛っつうことでね。うん、髪の毛はだから髪は髪だけでもいいような気がするけど、まあなんか理由あんだっぺなこれな。うん、全然この番組では解決しませんけど、うん、まあそういうことなんですよ。だからまあ一応皆さんね、頭切ってきたのなんていう話でね。うん、あと正々としたってさっき言いましたけどね、正々としたはこれはあれなんですよね、あの一般的なあの日本語の正々としたとちょっと違ってて、まあ一般的なっていうか、要は正々としたって正々したって意味なんですよ。あの直訳するとね、標準語正々したっつうのが茨城弁になると正々としたっつう言い方なんだけど、でも正々したっつうとなんかあんましいい意味で使わねえんだよね。なんつうの、あいつがいなくなって正々したつうと、なんかあいつが悪いやつで、なんかね、いなくなってよかったみたいな感じだっぺ。そういうのはまあ正々としたってもう言うけど、どちらかといえばもっとポジティブな感じっつうかな、うん、さっぱりしたっつう意味の強いかな茨城だと。なんか正々したっつうよりはさっぱりした系。うん、だからいっぱいあの使えるよ正々としたはね。あー風呂入って正々としたーなんつってね、うん、使ったり、うん、これなんか体に塗ると正々としたーなんてね、要はスースーするやつ最近いっぱい売ってっぺな、あのスプレーみたいなやつとかな、最近はやっぱいろいろあっけど、まあ、そういう時に正々とした使ってください。はい、ということで皆さんもね、頭切って正々とするのもいいと思いますよということで、今日の茨城弁講座でした。はい、いかがだったでしょうね。今日学んだ茨城弁3つありましたけど、まあいろいろね状況もありましたけどね、日常生活で使ってみていただきたいなと思います。ではそれでは茨城弁太郎でした。いやどうもありがとうございました。はい、続きましてはイバキラ TV のオンデマンド番組を紹介するコーナーです。はい、先ほどのですねニュースにも出ましたけども、龍ヶ崎市の伝統芸能つくまい、ね、先ほどちょっと命綱があるのかないのかなんてね、ちょっと曖昧な表現しましたが、あのあります、あ、ありますよね、ありません、命綱ないです、はい、ないらしいです。だから結構危ないっていうね、はい、いうことで、もうすごいですよこれで。今回映像がありますんで、で、このですね、つくまいの映像なんですけども、茨城らのオンデマンド番組で絶景茨城っていう番組があるんですね。あのビジットっていうのがこう、ね、外国の方がこう旅するっていうか県内はあったと思うんですけどね、あれのちょっと、今年版みたいな最新版みたいな形で絶景茨城という名前で、まさにこれ絶景でしょうね、結構ね上見上げるようなね、形でちょっと撮影して、はい、番組になってますので、これをですね、ご覧いただこうと思います。とてもね迫力がある映像だそうですので、はい、期待してください。それでは VTR どうぞ。
いかがだったでしょうか。いやこれ思ったよりね、こうかっこいいっていうのがちょっと一番の感想ですかね。あのやってる人がかっこいい、あと動きがあのすごいですね。こう綱の上をこうスーッとこうね降りていくのとかね、あのあとこう体操選手のようにねなんかやったりっていうので、なんかあの思った以上の動きでしたね。あとあのイバキラの結構この映像の凄さみたいなのもね、あの最初結構こうスローできて、あと上の方からも撮ってますけど、何ですかねあれね、こうドローンとか使ってるんですかねやっぱり ね。なかなかこのイバキラの映像の底力をまあ見た気がしますけどもね、これぜひあの私もそうですけど一回これ生で見てみたいなというふうに改めて思いました。ぜひ皆さんね、はい、つくまい龍ヶ崎やってますんでね、一度見に行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、イバキラのオンデマンド番組を紹介させていただきました。でですね、今回まあちょっとオンデマンドの番組を紹介したんですが、実は先日イバキラ TV に、水戸市のですね飯富中学校から、2年生の生徒が職場体験に来たそうなんですね。でイバキラ TV の仕事をですねいろいろこう体験してもらったんですけども、その中で、この来てくれた、人たちにですねおすすめのイバキラ TV のオンデマンド番組というのを紹介してもらったみたいです。でこれねちゃんと文章もね本人がこう考えてこう練習もしてね、この読み方こう私よりうまかったらやだなって思いますけど、はい、チャレンジをしてもらったそうなんで、その VTR をですねご覧いただこうと思います。それではどうぞ。飯富中学校2年風山優奈です。私が紹介するイバキラ TV オンデマンドは茨城ペロリです。この番組はミス大食いの増渕幸代さんが茨城県内の大盛りのお店を中心に茨城県の旬の美味しい食材を使った料理などを豪快に食べて紹介する番組です。料理を食べているシーンはノーカット編集をしているので増渕さんの食べっぷりも余すことなく見ることができますし、見ているあなたもぜひその料理を食べたくなるに違いありません。ぜひご覧ください。飯富中学校2年の秋山レミです。私が紹介するイバキラ TV オンデマンドはネバールくんが行くです。今テレビやイベントで引っ張りだこ茨城県非公認納豆の妖精ネバールくんが茨城のイベントや学校お店などあなたの町に行って盛り上げるというこの番組、例えば納豆ネバペチーノを作る会では良きライバルのハッスル肛門と一緒に悪戦苦闘しながらクッキングをします。納豆をかき混ぜることすらままならないネバールくんは無事に料理を完成させられるのでしょうか。そして何より納豆ネバペチーノという代物は本当に美味しいのでしょうか。ぜひご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。こうやはり初々しさはありますけどもね、ただ結構こう自分なりのおすすめポイントだったりね、あと納豆シェイクはねどうだったんでしょうかみたいなね感じの振りがあったりしてなかなかいいですね。はい、ということで、では続いては地域発信44チャンネルの情報です。地域発信44チャンネルは毎週水曜日の15時と9時からイバキラ TV ユーストリームにて配信中のチャンネルです。今回の投稿者は水戸支局シーモンタさん、茨城町支局地域おこし協力隊上田さん、そして阿見支局の福田忠さんの3名です。ぜひ地域発信44チャンネルをお楽しみに。はい、ということでもうエンディングになってしまいました。あっという間の30分間いかがだったでしょうか。はい、最後にですね私の方からちょっと告知をさせていただきたいと思うんですが、番組中にも紹介しました8月15日の石毛正門祭り、こちらねなんかのろばか踊りっていうのがあったりとか、あとね最近あの
上層温度、いやどうもだったかな、なんかそんな小踊りなんかもあるみたいなんでね、ぜひちょっとそういった盆踊りとかそういったのが好きな方にもおすすめなんですが、イバラッパーの方も出演することになっております。でこちらはですね、このお祭りのこの本体といいますかね、このメインの時と、のとは別にですね、このキャンドルナイトっていうのも実は企画されてまして、そちらのキャンドルナイトの方のステージで私の方はやらせていただきます。と言いましても、まあ大体会場は同じと言いますかね、ちょっと広い駐車場みたいなところの一角なんで、その正門祭りの方に来ていただければね、イバラッパーもご覧いただけるというふうになってまして、で時間の方がですね、キャンドルの方はちょっと早めにスタートで、イバラッパーの出演が、夕方の5時17時ですね、それとあとはこの祭り中のこの踊りとかがちょっと終わったこの間といいますかね、休憩時間みたいな、そこにですねまたこう出ますんで、2回ですね出演予定になってますんで、ぜひ、はい、イバラッパーファンの皆様もぜひお越しいただければというふうに思います。ということでですね、今回第2週目のね、週刊イバスタでしたけどもね、まあこれまで2回にわたって私一人でやってきてましたけど、まあそろそろちょっとゲストも欲しいなみたいなねところもありますし、あとは茨城弁太郎先生の茨城弁ね、こちら皆さん楽しみにしていただいてる方も多いみたいなんですけど、ちょっとイバラッパーのラップなんかもね、ちょっとねこれもそうですね1回2回できればななんて思ってますんで、はい、まだちょっとどうなるか決まってませんけども、また来週もですねこう楽しみにしていただければと思います。それではまた来週も水曜日のお昼12時にお会いしましょう。お相手はイバラキングでした。さようなら。